こんにちは。いよいよ今日がラストデーにね、もう近い29日となりました。で、長野に実は光の柱のプロジェクトかけるプチモメント、そして魂の岩と開きでやってきているんですね。そこでもう本当に皆さんとですね、このシフトのタイミングで、必要な、情報をチャネっていきたいと思いますので、最後までご覧ください。皆さんこんにちは。穴口恵子のハッピースピリアルライフにようこそ。どうでしたか ?9 月。9月結構やばかったですよね。本当に自分の魂の岩戸開きで私は締めるんですけれども、まさにその準備が次から次へと整っていったなって思うんですね。やっぱり何よりもですね、自分の魂に近い、魂の振動数に近い出会いというのがね、昔から出会いがあって、そしてこの昔から出会ってる人でやっぱりこのタイミングでちゃんと接点があってですね、私はもうめちゃくちゃすごいことになりまして、元ハッピーちゃん、今サッちゃんと呼んでいますけれども、本当に10年ぐらい前から、ね、存じ上げていて、まあ、本田健さんの食事会をきっかけに出会ってるんですけれども、そこからも次から次にですね、本当に人生が交差するポイントってあって、なんか自分の人生がコロッと変わるっていうね、タイミングであってまして、で、やっぱそこで今回もですね、私自身が、やはりこの、どんどんと、こう、次元上昇、高周波な状態に私たちの意識がなっていき、地球が5次元シフトして、それ以上のシフトを、行っているっていうか、そうなっていくパラレルワールドにいるんですけれどもね、皆さんもそうだと思うんですけれども、そんな中でやっぱりこの肉体が進化するために、この肉体とすごく深くつながり、その振動数を魂レベル、そしてその、ハイアーセルフレベルに、一致する、マッチングするような、出来事が起こっているんですね。それが、まあ、モーメントオブゴッドってモメントなんですけれども、私も9月の頭から、毎週週1ベースで、全4回やってるんですけれどもね、そこでもうこんなに自分自身の体が、このエネルギーに満ちて、そしてその可能性がどんどんとこう開き続けていく。やっぱり私たちの、高周波なね、ハイアーセルフのマインド、ハート、ボディを融合していくと、結果的に私たち自身が宇宙レベルのこの、アセンション、宇宙天国との、共同創造をしていくタイミングが来ているなって私はすごくひしひしと感じているんですね。そして今日、宇宙連合の光の最高評議会のメンバーの中で、この、私たち地球にいる多次元的存在である私たちが、これより何を意識さらにしていくことが、意識というか行動に移すことが、大切なのかっていうところについて、皆さんが、必要な情報を取っていきたいと思うんですね。で、やっぱりさらにね、この金星のサナとクマラがすごく私たちの肉体とか、この過去から現在に至って見てきた中で、このサナとクマラが言っている情報を今日はお伝えしていく運びとなったというのを今やってきましたので、チャネってみたいと思います。親愛なる地球の光のマスターたち、あなた方がいよいよこのステージにやってきたことに、まずは喜びとともに、感謝とともに、私たちとのさらなる深いレベルのつながりを持っていただきたく連絡を取っています。あなた方は、100年以上も前に、霊気というものを受け継いで、来て、そして今もなお、アクティブに、霊気というものが広まっている状態であることの、そのあなた方の振動数が、これより先さらに、上がっていく中で、あなたという存在の全存在を含めたレベルの次元上昇というものに対しての、コミット、覚悟が必要であるということが、まず一つ大きくあることに気づいてください。そのためにあなた自身が、この地球の四大元素である、特に水と火の浄化を、もたらされるタイミングに来ているのです。で、その、瞬間瞬間のあなたの内側にも、
火と水のエネルギーが存在していることに気づき、あなたが水のエネルギーを最も深く感じる時というのは、あなたの深い感情とつながっている状態の時なのです。この深い感情との交流を怠らないであげてください。そして地球人というね、枠の中にいる時には、その感情というのは喜怒哀楽というような振動数を体験しているわけなのですが、この水のその性質を持つあなたの内側では、全ての感情に対してこの流していく、それはどういうことかというと、その感情に、一つの感情に、アクセスしたとしても、その感情がずっと続くということなく、反応というものがなくなっていくタイミングなのです。どういうことかというと、水の力を借り、あなたが例えば怒りや、恐れというものであったり、不安とか、そのようなものが、あなたの状態を、非常に、支配しているように感じたとしても、あなたという存在のこの地球人としてもたらされている、水のそのエネルギーを通して、水の源泉というものを感じ取って、ただただそれは流れていき、同じ状態が続くということではないということを、本当に真に深いところで感じ、その感情を味わってみてください。そしてそれをすることによって、より深くあなた自身の感情とつながり、あなた自身の生命エネルギーとつながることは、何よりも、あなたの高周波化していく、中での現実創造に、貢献していくということを忘れないようにしてみてください。そしてこの火のエネルギー、あなたの中にある火のエネルギーというのは、ハイヤーマインドと、あなたの、顕在意識、そしてあなたの過去から、認識してきた、あなたの思考との、このブリッジ、橋渡しになるということに気づいてください。火のエネルギーをどうか、あなたの中にあることに気づき、よりあなたが、ハイヤーマインドの、そのハイヤーセルフの、高次の思考との連携を取るという認識をさらに深めていく体験をしてみてください。そのためにするということは、エゴの声に 100% 加担することなく、あなたのエゴがあなたの思考を使ってあなたに制限づけているような出来事が起こっていると感じたときには、必ずあなたのその火のエネルギーですね、ファイヤーのそのエネルギーを通して一旦スーッとね、燃やし尽くす、焼き尽くすという感覚で、灰にしていく。灰にしていくということはどういうことかというと、無の状態、要はその判断することなく無判断な状態にその思考を、通して見極めていくということですね。何があなたの、エゴを介した思考であるか、そして何がそのハイヤーセルフのハイヤーマインドから来るあなたの日常の思考であるかというところの、識別をするということが今非常に大事になってきています。なぜならば、エゴに支配された、そのマインドは常にあなたを制限づけていく方向を選んでいくことに、加担し、そして、そこにある出来事に対してのあなたが、八方塞がりであるような体験が待っているからなんです。で、もちろんのこと、このサンダトクマラが言っているのは、そのような体験さえも、ハイヤーマインドは、許し、許可してくれ、そして、そこからのハイヤーマインドへと戻っていくプロセスもありますので、そのエゴマインドに、引っかからないようにしなければというような、そういった、意識が、硬直するような、ことに、あなた自身が不安がったり、考えすぎることもどうか手放しながら、日常の中であなたのそのハイヤーマインドとの、コンタクトがどんな風にやってくるかということを体感してみてください。そして、おそらくあなた方は、じゃあどのようにその識別すればいいのだろうかっていうところにフォーカスをするようですが、識別は非常に、簡単です。エゴマインドというものは、あなたに、あるいはあなたの周りの人々に制限をつけてしまうような結果が生み出されるような過程があるのです。その
そしてそのような状態というのは非常に緊張感が高かったり、非常にその思考を通して、感情的な反応が不信感であったり不安であったり、恐れであったり、執着であったり、そういったことが起きている時というのはエゴマインドが関与しているということに気づいてみてください。今回は、いよいよあなたが、ハイアーセルフと、完全にこの肉体に、融合されたハイアーセルフとの、振動数で日常を送るという体験がたくさんこれから待っていますので、今日のこのメッセージを通してあなたがピンときたことでできることから始めてみてください。あなた方は非常に深い愛を持って人間の体に入っている素晴らしい地球の光のマスターです。いやーサナトクマラなんか男前というかこう凛々しいなって今日は感じましたが、皆さんはこのサナトクマラからのメッセージをどんな風に受け止めたでしょうか。ぜひねこの9月の終わりに、ね、来て、いよいよ私たちは、さらに、地球天国から宇宙天国への、振動数で日々を送るチャンスがたくさんやってきているようで本当に嬉しいです。今日も穴口恵子のハッピースピリアルライフをご視聴いただきありがとうございました。そしてもしまだ登録してなかったらぜひ登録ボタンを押していただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。それではあなたにとっての最高の一日を送ってください。ありがとうございました。